瀬底大橋は沖縄県国上軍本部長の沖縄本島と瀬底島島とを結ぶ橋。1979年11月に着手し、5年3ヶ月の月日を経て1985年2月に開通した。橋長は762メートルあり、総事業費は約57億円。瀬底大橋は瀬底島と本島を結ぶ橋であり、 橋の長さは762メートルである。昔は本島と瀬底島を渡る交通手段は船であったため、天候によっては島は孤立状態になり住民は苦しんでいた。架橋の実現は当時の財政面、技術の関係で無理だろうと言われていた。しかし、その後1967年に現地を調査し、 可能性を検討してもらったところ、可能であることが分かった。だが、その後、第一次オイルショックなどで日本は不況に陥り、一度、政策は凍結されたが、結果1979年に大橋の起工式と祝賀会がアンチハマで行われた。そして、1985年に瀬戸公橋が開通。架橋によって大きく変化したのは、交通手段が、 陸上交通で結ばれるようになったことである。道路交通センサスによると、瀬底島内の県道の平日交通量は、昭和59年には256台、平成3年には1346台となり、約5倍強に増加している。また夏場の休日には、君里浜でのキャンプ、海水浴に多くのレジャー客、観光客が島を訪れるようになり、 休日交通量は2141台で、平日の1.6倍となっている。他にも、過強前の昭和59年には866人であった、人口が、開通による影響で平成4年には、約30人増加し、平成5年には927人で、約60人増加したという変化もある。橋の開通前まで、瀬底島の人口は減少傾向にあり、 昭和59年には866人であった。開通後は本島への就業機会が多くなったことによる若年層の単身、家族ぐるみでの U ターン世帯が増加、あるいは定年後に故郷で暮らす人も増え、平成4年には約30人増加し、平成5年には927人で約60人増加した。また、島と島外との交通手段が、 海上交通から陸上交通に変化したことで農作物の出荷の量的、時間的制限がなくなり、即時出荷、夜間出荷が可能になった。瀬底大橋道の脇にある記念碑。橋の開通で瀬底大橋開通記念碑上幕式が行われた。混流された記念碑は高さ2メートル幅80センチメートル外国産の三陰石で作られた。台座には、 島人は長年の離島から解放され、新しい島の夜明けを迎えることができたという開通の喜びを歌っている。除幕式には、区民や瀬底出身者ら関係者、約50人が参加した。ありがとうございます。